火で死なれ、そして3日目によみがえりました。キリストを信じる人は皆罪が清められ永遠の命を受けます。どうか悔い改めてキリストの救いに頼ってください。聖書の言葉です。正しくないもの、汚れたものは天の国に入れません。偶像を拝むもの、性的に乱らなもの、嘘をつくもの、このようなものは天の国に入れないのです。イエス・キリストは言われます。悔い改めなさい。あなたがどんなに苦しくても雪のように世の中に散らばる。Thank you.